毎朝の超簡単お世話ルーティーンです。プラスチックケースにバーベキュー用の網を乗せています。この上にツノガエルさんのいる飼育ケージを乗せます。そして水をかけていきます。ツノガエルさんはここにいます。聞こえにくいですが泣いて怒っています。これだけでとっても清潔に保てます。簡単ですね。次はウーパールーパーさんの水替えです。ボウルに軽き抜きした水を用意します。ウーパールーパーさんを優しくすくいます。逃げようとしています。先ほどのボールに一旦移動してもらいます。念のため蓋をかぶせておきます。では水槽を洗ってきます。ピカピカになりました。水は毎日全換水しています。あとはウーパールーパーさんを戻すだけ。こちらもとっても簡単ですね。最後はアフリカウシガエルさんの水替えです。水入れを回収します。鉢底ネットで作った囲いがあるのでほとんど土が崩れません。水入れを洗って新しい水に変えました。戻す時も簡単です。アフウシさんはほぼ水の中でトイレをするので水を毎日変えてあげるだけで清潔です。念のため土は3ヶ月ごとに全交換しています。とってもベタ慣れで可愛いですね。やっぱり全然可愛くないカエルさんたちのお世話ルーティンでした。